皆さんこんにちは。故ジャニー喜多川氏の性加害問題で連日世間を騒がせているジャニーズ事務所、10月から新体制となり、東山新社長の手腕、所属タレントの活動や経営方針に注目が集まっています。被害者の存在を認めて謝罪した事務所の記者会見を経てもなお、多くのタレントが腫れ物に触るようなコメントを出すな中で、関西のご意見番西の女帝と言われる上沼恵美子さんがこの一件に痛烈に切り込みました。今回は上沼恵美子さんがジャニーズ事務所に対して何を語ったのかご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。9月7日午後2時に始まった記者会見、登壇したのは東山紀之氏、藤島ジュリー景子氏、井ノ原快彦氏、ジャニーズ事務所顧問の姫田浩氏の4名。当初ジュリー氏は表に出ることを嫌う性格と精神面から出席はしないのではとされていました。最初に言葉を発したのはジュリー氏、特別防止対策チームによる調査報告書の発表提言を受け、事務所個人としても被害があったことを認識していると語り謝罪し、続いてファン、取引先、社会へ謝罪をしました。提言を真摯に受け止め、9月5日をもって経営責任を取り、代表取締役を辞任することを発表し、同席した東山紀之氏を新社長とすることを発表。副社長である白波瀬傑氏も辞任したと明かしました。今後被害者への補償を責任を持って行うため、代表取締役としてとどまることを語りましたが、被害者への補償、救済、タレント、ジュニアへの心のケア以外の業務執行には携わらないとも明かしました。新社長に就任する東山氏は代表の挨拶を行い、前社長の行いを認め、長期にわたり心身ともに辛い思いをさせたことに頭を下げ、今年いっぱいで表舞台から去り、今回の問題に取り組んでいくと説明しました。報告書の内容を受け止め、救済、補償に誠心誠意取り組むことが新たな始まりの一歩だと言います。代表として第一に被害者のケア、第二に外部からチーフコンプライアンスオフィサーを招聘し、人権侵害防止の体制を整備し、今後二度と起こらないよう徹底防止策を考え、ガバナンスの再構築も行うとのこと。そしてファン、すべて所属タレントへ信頼を取り戻すべく全力で努めるとも語り、今後の人生、命を懸け代表としての責務を全うすると宣言しました。記者会見以降、芸能界の大御所たちが席を切ったように続々と、昔からみんな知っていた、触れてはいけない風潮があったと証言を始めていますが、どのコメントもいまいちパッとしない、本心の見えないコメントが多いように感じます。しかしそんな中でこの一件に深く切り込んだのが、関西のご意見番である上沼恵美子さんでした。9月10日放送の読売テレビ系上沼高田の釘付けでジャニーズ性加害問題に言及し、みんな知ってた、私は昭和の中頃から芸能人をやってますけど、大阪でお笑いの片隅でやってる人間でも知ってたもん、ジャニーズ事務所のこの話は性加害は知ってました、はいと語り、1970年代からすでに業界内では公然の秘密となっていたことを明かしました。続けて、知っていてなぜマスコミも言えへんかったかというと、芸能界特有のそんなことは言うたらあかんで、タブーやねんでっていうような風潮じゃなかったですかと共演者たちに同意を求め、さらにこんなん昭和の40年代から言うとったのに今頃慌ててバタバタってこんなことすんねんなと思ってます。イギリスの BBC が問題にして国連まで行くような話になって、それで日本のマスコミが慌てたんです。だから今頃ジャニーズ批判に転じているのはみっともないって言ったらみっともないんですわなどと問題化されるのが遅すぎたことを嘆いていました。7歳8歳の子がわけわからん時にそういう目にあったら、どんなトラウマを持って一生台無しにしてしまうかというようなことを、このジャニー喜多川っていうのはやってしもたんですよ。最後の最後までこんないらんこと残して、で、姪っ子か甥っ子か知らんけど恵子さんですか、この方ももう全部知ってはったと思うけど言えなかった、
言わなくってこのまま来たわけやから何十年ってこれでいけるもんやと思ったけど、世の中が許してくれなかったってことでしょ。とジャニーズ事務所は社名を変更せず、金銭補償など被害者救済という建前で社長を辞任したものの、代表取締役は留任した藤島ジュリー景子氏についても厳しく追及ですが、年内でタレント業を引退する新社長の東山紀之氏については、東山さんは社長なんかやらんでいいと思う、だって才能のあるピカピカの方でしょ、役者でも MC でも一生懸命やってはるやんか、そっちの指導をしてもらいたい、経営って難しい、専門の方が寄ってたかってやってもええと思う、全く芸能界に関係ない人の方がいいと思う、東山さんもったいないで、と惜しみつつ、面識はないものの電話しようとしたと話し、笑いを誘いました。この日同番組にゲスト出演していた月亭方正さんや村上佳菜子さん、前園真聖さん、ナジャ・グランディーバさんらは一様に硬い表情で引き気味になるほど、上沼さんの独壇場は続きました。一方、上沼さんから知ってましたよねと振られた同じく MC の高田純次さんは、ジャニー氏の性加害について、俺はねアングラから来たからそういうところはなかなかととぼけるのが精一杯で、高田さんに聞いた私がダメでしたと上沼さんに言われる始末。それ以降、高田さんがジャニー氏の性加害問題について特段語ることはありませんでした。もっとジャニー北川さんを叩いてもよかったと思うのよ、あの会見の席で、と言いながら、上沼さんがピコピコハンマーをテーブルに叩きつけても、この日ゲストとして出演者らは一様にだんまり、硬い表情を変えず、せいぜい乾いた笑顔を浮かべるばかりで、上沼さんの熱弁に大きな反応を示さず、これには上沼さんもなんかみんな人事やなと呆れたように苦笑しながら返すのが精一杯でした。この光景に X、旧Twitter では、出演者みんなが、あ、その辺にしとかないとみたいな顔してる、高田純次が口挟めなくて笑った、前園さんの存在感の消し方お上手ですなどの声が上がっていました。ゲストたちが未だにジャニーズ事務所への忖度をやめないようにしか見えない中、上沼さんは最後まで、恥さらしやねん、日本の芸能界の恥さらしになったと思いますね、最低の下の下の下のおっさんやねん、死んでる場合ちゃうねん、生き返って謝れなどと強い口調でジャニー北川氏への批判を続けました。ジャニーズ事務所が問題を認めてもなお事なかれ主義に終始するタレントたちの態度にこそ、この性加害問題が長年放置されてきた闇が見えます。いずれにしても大御所たちの証言はいかにジャニーズ忖度が業界に根強くはびこっていたのかを物語っていると言えます。ジャニーズ事務所だけでなく、知っていたのに黙っていた芸能界全体で、ここで溜まっていた膿を全て出し切らなければ事務所の抜本的な改革には至らないでしょう。いかがでしたでしょうか。上沼恵美子さんがジャニーズ事務所に対して何を語ったのかをご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。